皆さん、おはようございます。マーティン、ダーノミヤクーボー、キングトクです。中日ダーゴンズ、ヨダツヨシさん、知ってますでしょうかヨダツヨシさん、確かにルーキーや、本当に活躍してはおりまして、星野監督は、本当にすごい信頼を受けて、まあ、最優秀救援同手賞として獲得したそうでございます。ただ、怪我で、肩の怪我で、まあ、復帰発したり、怪我になって、苦しみましたね、はい。でも、150キロ以上のストレートを出すのが、本当の武器でございます、はい。 その後、ロッテ、日ハム、移籍したら振るわず、阪神でもオープン戦でやっぱり起きられないほどの怪我で、引退となってしまいました。やはり怪我はつきものです。その後、野球解説者として中年務めましたが、中日の監督として務めたそうでございます。A クラスに貢献はしましたが、土合意となり、後任には、あの、いかつい男でおなじみの中日一筋、田津波和義さんですね。はい。エグゼティブ、 アドバイザーとして勤めているそうでございます。中日に携わることもまだ続いております。以上でございます。バイバイ